時刻は15時を回りました。ここからはチャラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡るとエディです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日も久しぶりに放送ということで、はい、久しぶり、そうだね、2週間に1回ですけどね。なんかね、1ヶ月ぐらい空いた気分になっちゃいますよね。ね、ここに座るとね、なんかそんな感じするわ。ちょっと久しぶりだなと思うんですけど、確かに。でも緊急事態宣言もね、開けましたからね。そう、緊急事態宣言開けてね、先にしたことがね、歯を抜いたんですよ。歯を抜いた、うん、それは関係あるの？あるあるある。あるんだ。緊急事態開けたから 歯抜こうみたいな感じでね。そういうノリでね。そう、ノリでね、うん、今行ってきて、久々に歯医者さん行って。お、抜かれたことある？親知らず。いや、親知らずはないです。ない？うん、今から抜く歯か、じゃあ今から抜くのかな、もしかして。歯だとまあ思うんですけど、まあ麻酔を打って、そこからなんかペンチみたいなので引きちぎられるような感じでね、抜かれるんだけどね、うんうん、ものすごいよ。嘘。痛みはないんだけど、麻酔打ってるからね、なんか引きちぎられてる感があるから、うん、えぐいのよ、なんか。あ、そういうことか。痛くはないけど感覚はあるのか。感覚がある。恐ろしいと思って、これあと4回やるんだと思ったら、もう恐ろしいことになってさ。え、全部に親知らずいるんですか？いるよ。え、みんないるもんじゃないの？多分いない、私いないけど。え、そうなの？あ、全部の歯じゃなくてよ、うんうんうん、あの上2つと下2つみたいな、うん、え、そうなの？わかんないけどそうなんだ。あ、いないんだ。うん、私はいない、親知らずまだ。あ、そうなんだ、うん、俺の下の歯の親知らずこういう生え方してるからね。あー、いますよね、たまに横向きの。そうそうそう、だからもう普通の歯医者で取れないってなって、うんうん、もう大きい病院行って取るしかない、じゃあ今から大きい病院に行くってことですか？うん、1ヶ月後くらい多分。まあ、その時は助けてね。何を？ あ、そっか、ラジオね、うんうん、もう喋れない。あの病院からお届けしますってね、うん、リモートっていう感じで。いや、まあそんなこんなで、まあ歯を抜いてきたわけですけど、一、うん、つ宣伝させてもらっていいですか？どうぞ。この未来スタイル研究所、何回かゲストをね、うん、お迎えして放送させてもらってるんですけど、うんうん、はいはい、その中で以前に第何回だったかな、大城なとせさんという方が、まあ、いらっしゃってましたよね。はい、私も言おうと思った、はい、そう、それでその時にベトナムのキッチンカーをやりたいってことをやってて、うん、ちょうどクラウドファンディングをやってた時だったんですよね、うんうん、でもあれが無事終わって、今なんとキッチンカーやってます。やってますよね、本当にすごい。もうね、これは宣伝したくなって思いました、私も。行きたいよね。行きたいんですよ。でもね、毎回ね、午前中で売り切れますよね。そうなんですよ、すごいことに。そう、あの豊崎の道の駅ですか、あれ、うんうんうん、でやってるんですよね。そう、バイミーね。そう、豊崎 JA 七色畑とか、うんうん、あの右側のですよね。そうらしい、うん、いやーね、俺もベトナム行ったから結構思い入れあるんだけど、ゲストとしてね来ていただいて、うんうん、あの時も準備段階で必死に頑張ってたのが、今そうそう、こうやって形となってさ、うん、やってるからね、応援したくなりますよね。行きましょう、行きましょう、マジで、うん、今週で行きましょう。じゃあ今週ね、うん、もう朝9時から、朝からね、うん、売り切れちゃう前に、ね、うん、待ってから、うん確かにな。そうね、なとせさんも頑張ってほしいですし、他のゲストの方々のね、このフェイスブックとかもつながってるから、そう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 、ね、なんか、あれって前準備するって言ってたやつだとかね、どんどん実現していくの見るのも楽しみですよね。そういうことです。今日のゲストも、うん、今後の発展が楽しみですね。おー、楽しみですね。あとあと話を深掘りしていきましょう。はい、はい、未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。はい、また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。お願いします。
さあ準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち2人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。こんにちは。こんにちは。沖縄国際大学のミナです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ミナちゃんですね。沖縄国際大学から来てくれましたね。学生さん初めてじゃないですか。確かに、ね、うん、ありがとうございます。本当にありがとうございます、ね、では後ほど、はい、お話を聞いていきたいと思います、はい、では早速最初のコーナーに行きましょう。はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチュラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりに毎朝感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信はこれまでにないほど高めてくれます。ということで感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。はい、もうお任せしました。はい、いいよ。まずは私からですね。うん、お願いします。はい、私の感謝はですね、スケジュール帳に感謝したいと思います。おー、新しい。そうそう、今日のね朝礼でも言ったんですけど、スケジュール帳に感謝で、うん、私あのスケジュール帳をまあ携帯でも、まあ、お仕事のやつとか携帯で管理してるんですけど、なんか今日やることやらないといけないこととかを全部スケジュール帳に手書きで書くようにしていて、おーおー、でちょうど去年の9月にチュラコスに入社しまして、うん、で9月の10日ぐらいが働いてるんですけど、その9月の10日に買ったスケジュール帳がありまして、おそこになんかこの日々の業務、何をやったらいいかっていうのを優先順位を書いて毎日やってたのを1年間続けたんですよ。おう、ほう、そうそう、他の一応まあ予定とかも書いてるんですけど、はいはいはい、でちょうど終わったんですね、9月で、うんうん、スケジュール帳が終わって新しいのに変えるときにちょっとペラーって軽く見てみたら、ああこの1年前こんなことしてたんだっていう業務の内容とかね。なるほどね。そうそう、私ワンちゃんのサプリ担当してますけど、うん、この時まだページすらなかったなとか、あ、はい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 、この時まだどうやって売れたらいいのかも分かってなかったなっていうのとかなんかね書かれてて、うん、あ、なんか本当にゼロイチで作れたんだっていうことと、なんか ここまでやってこれた自分にもなんか、あ、よく頑張ったってこの見て思えたので、うん、まあ、手書きだったからこそできたかなって思ったので、この1年間続けた、まあ、軽い日記帳みたいな感じですよね、うんうんうん、スケジュール帳に感謝したいと思います。はあ、パチ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 、いいね、うん、なんか1年間残すっていうのもすごいけど、手書きっていうのがまたいいよね。そうね、だからなんか忙しい時はめっちゃ雑なんですよ。あー、なるほど、字がね、はい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 、そうそう、なんかあるね、はいはい、適当に書かれてて、うん、あ、この時忙しかったんだろうなとか、うん、ちょうど私11月去年の11月1ヶ月半ぐらい東京にあのシェアハウスに住みに行ってたので、はい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 、その時のなんかのこのメモとかも書かれてて、あ、 あれ1年前なんだ。そうなんですよ、早いですよね。早いな、めっちゃあっという間。時の流れを昨日すごく感じました、それで。でもなんか文字を手書きで書くってやっぱりなんかその時の感情とかさ、うんうん、現れるからいいよね、うん、こういう乱れてるやんみたいな。そうそうそう、ね、ましてやこの日めっちゃ綺麗やんみたいな。そう、暇だったんかなとかね。あるよね。いやでもそのやってたことを書くっていうのがいいなと思って、うん、俺も一応書いてるんだけど、あれだっけ、携帯のメモに書いてるから、うんうんうん、手書きじゃなくて残らないわけよ。そう、ね、消しちゃうわけね、うんうんうん、それやっぱりあれだよね、なんか振り返った時に何も残ってないっていうかさ、わからんよね、何してたかっていうのは。まあね、まあ、便利なんですけどね、このスケジュール帳に書くから、そうそうそう、パッて言われた時に持ってなかったら、あ、一応わかんないってなっちゃうから、もう大事な予定は携帯でやったりしてるんですけど、ね、このね、なんていうんですかね、この デジタルとアナログをね、はいはいはい、使い分けてバランスがね、そうそうそう、いきたいですね。なるほど、ありがとうございます。アナログに感謝ですかね。そうですね、どっちもかな。どっちもかな。ありがとうございます。ということで、はい、みなちゃんお願いします。はい、私の感謝は友達ですね。おお、聞いてるかな友達。お結構忙しい時とか、うん、自分で思い詰めてしまう時とかもあるんですけど、そんな時にやっぱり友達と話するとなんかすごい笑顔になれたり、うんうん、心のなんか不安だとかそういうのを全部吐き出せて、うんうん、友達に会うだけでなんか心がすっきりするっていうか、うん、笑えるっていうのは本当にいい存在、友達だなって思って、うんうん、友達に感謝です。もう
ありがとう。何ちゃんかな、何ちゃん友達名前言っていいよ。あ、夏香ちゃんとどんぶらちゃん、どんぶら、どんぶらどんぶらどんぶらちゃん、あだ名かな、あだ名、びっくりしたびっくりした、どんぶらちゃん、夏香ちゃん、どんぶらちゃん聞いてるかな夏香ちゃんとどんぶらちゃんに感謝、感謝、あーいいね、かわいい、嬉しいよ、友達もねえ、聞いててハッピーだもんね。何気ない一言でも全部汲み取ってくれて、全部爆笑してくれるんですよ。爆笑というか可愛いね、持つべきは友達、あ、友達本当に大切だなって思います。でも他にもいっぱいエイサーやってて、エイサーのこのサークルのメンバーだったり、もういろんな人が支えてくれて、いろんな活動できてるなって自分も改めて実感しましたね。しっかりしとー、大学生ですよまだ大学生なんだよね、うん、はー、すごいね、えらい、同じ沖縄国際大学なんですよね。はい、そうなんですよ。で、同じ地域環境政策学科なんですよね。はい、そうですよ。思えないくらいしっかりしてる。嬉しいです。久しぶりにチカンのフルネーム聞いたな、チカンね、そう、びっくりね、このさっきの打ち合わせの時に遅刻だよみたいな話してね、お遅刻ってなってね、はい、学校って言って、痴漢一緒だ痴漢はね、まあね、いいっすよね。結構自分は痴漢の雰囲気好きですねあ、自由があるよね、めちゃくちゃね、めちゃめちゃ自由だと思います。確かに各、なんだろう、この何学科によって違うよね、うん、雰囲気っていうのね。確かにそうかもしれない。エディオ何学科だ。社会文化学科ですの平和学専攻です。おお、どんな雰囲気でした。どんな雰囲気なんだろうね。なんかシャブンってなんか変な人多いってよく言われるんですけど、うん、まあ、確かにそうだなって感じ。感じる。うん。うん、なんかもともと英米だったので英語。あ、そうだね。そうそうそう。だからなんか、はいはいはい、ね、変なところに行くやつって思われたんですけど、そんなことないですよね。変な人が集まればみんな普通ですから。はい。そう。濁したね、今ね。そうそうそう。要は変ってことでしょ。要は変だね。まあ人に感謝ってことでね。いやいや、うん、でも可愛いね。その自分がやってることも友達のおかげっていうか、支えられてるおかげって考えれるのが素敵だなって、うん、思います。これからもそのマインドで。はい。忘れずに、忘れずに、誰だよ誰だよ、あの、ね、ラジオだから伝わらないのよ動作が ね、 ね、確かにな、この胸に思いを、ね、うん、はい、しっかり持って頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後僕ですか。はい、何言おうかな。まさかの考えてなかった。あ、そうだ、昨日一昨日まで僕仙台いたんですよ。おお。それで久々にまあ県外行って、うん、まあ、目的はご飯だったんですけど、ご飯ね、うん、もうめっちゃ食べた、めっちゃ食った、6食ぐらい、ん、6食もっと食った、多分もう仙台名物全部食らったくらい、本当に全部食べて、うん、何食べたんですか。はらこ飯とか、はらこ飯、あ、まあ、牛タンはいくらとか、あ、そう、いくらと鮭が乗ってるやつ、うん、で、そのだし、取れただしを元にあの米作ってて、その米の上に乗ってるわけ、いくらとだしがね、あ、いくらと鮭がね、それがまあ仙台のなんか伝統料理みたいな感じだって。知らんかった。めっちゃうまい。いや、めっちゃうまそうだった。あの仙台って海鮮有名じゃん、うん、でもこのキングが2ついんのよ上に。確かにキングがねめっちゃうまいキング、そうだね、キングが2つあって、まあ仙台といえば牛タンなんですけど、うん、まあ、この牛タンもうまいし、そしてこのはらこ飯っていうのもうまいし、もう何食べても美味しかった。でも東北、その東北っていうかね、この北の地域ってご飯がめっちゃ美味しいっていうイメージがあるから。あるね。北海道はあったのよ俺、うんうんうん、なんか海の幸ってイメージだったんだけど、そうそうそう、仙台どうなのかなと思ってて、牛タンだけだろうと思ってたんだけど、そうそうそう、思ってた。全然ちゃう、ね、もうずんだ餅とか食べてみ。あー、そっか、ずんだ餅もありますね。女子受け半端ないと思う、あれ。いや確かに、だってちっちゃいなんかこのスーパーとかで売ってるずんだ餅も美味しいもん。あ、売ってるんだ。一応ね。あ、そうなの。一応売ってるんですけど、多分生ってことで、生っていうかあれってことで、出来たてってことですよね。そう、全然違うと思う。全然ちゃう、うん、もう食べに行って、もう女子旅にぴったりだと思う本当に確かに仙台の女子旅のなんか雑誌よく見れます。あ、そうなんだ。食べ歩きみたいな。あ、はい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 、なるほど。牡蠣とかも有名なのよ。ああ、の海鮮の牡蠣、海鮮の方ね、うんうんうん、だから牡蠣カレーパンとか牡蠣バーガーとか、牡蠣を使った何かがあるわけさ。それをまあちょくちょく食べ歩きしながら街を巡るっていうこともできるから。なるほど、
食ツアーなんですね。食ツアーなんですよ。もうグルメの街ですよ。行ったことある？仙台ですか？東北県？福島県行ったことあります。美味しそう。福島もご飯美味しそう。福島何があったっけ、ご飯？米福島って米有名じゃないかな。確かに。そうなんだ。でもなんか何食べたか忘れた。俺も一応福島行ったことあるんですよ。あの12年前ぐらいかな、ちょうど、うんうん、に食べた記憶あんまない。あれあの赤べこは作った記憶ある。あ、赤べ、あのね、分かる、あの赤べこ、あの こういうのそう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 、伝わらんのよ、だから動作が。なるほどね。でもいいな、東北。私通ったことしかないんですよ、新幹線で。あ、そう、北海道に行く新幹線で通ったこと、素通りしかしたことないんで。あ、食べてはないんだ。そうね。あ、行きたいな。ぜひね。次は東北だな。いや、東北マジでいいよ。東北全部がまあ分からんけど、仙台はよかった。うんうん、ぜひあのずんだ餅、ずんだ餅と、あと政宗公に会ってきてみてください。そっかそっか、そうだね、うん、忘れてた。政宗公の有名な騎馬隊のね、あのオブジェというか何やら、うん、仏像みたいな、ね、うん、ものもあるから。なるほどね。あれの本物が見れるってことですね。見れます。もう男政宗がいます。マジでかっこいいんで、ちょっと会いに行ってみてください。ありがとうございます。行きます。うん、仙台おすすめです。じゃあ、はい、仙台に感謝ですね。仙台ありがとう。ありがとう。はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストの皆さんから、ここでゲストの皆さんからリクエスト曲です。はい、皆さんではリクエスト曲のご紹介をお願いします。はい、私が好きな曲はケツメイシさんの Life is Beautiful っていう曲で、うん、この曲はだろう、うん、自分が頑張ってる時とかに聞くとモチベーションが上がるっていうか、うん、今やってることがきっといつか何か経験とか自分のやりたい将来につながっているから頑張ろうってまた改めて思い直すきっかけになれるような曲です。あ、ね、今にぴったりの曲ってことですね。はい、日頃じゃ聴いてる感じですかね。あ、そうですね。あ、なるほど、行きたくなりますね。人生は美しいって意味だからね。確かに。しかもね、さっき検索してびっくりしたのが全部カタカナだったね。びっくりした。あんまないよ。あんまない。なんか一生懸命なんか英語で Life is beautiful ってか検索してたのが、あれないけどって言った。 Life is beautiful だった。まあ珍しい結明詞の曲ですが、ね、まあ有名ですよね、うん、はい、うん、聞いていきましょう。はい、ということで私から、はい、お願いします。はい、結明詞で Life is beautiful。美しい
ない世の中目的夢もよく見えないここからだが時は経って過去は去って今日も新しい日々が待ってる時に投げ出す自分を隠さず誰しも同じ思いがあるはず不安な心抱えた悩みそれは神様が君に与えた課題現実の理想をさまよう前に立ち止まる勇気見失う前にもう振り返りたくない過去でもこれからの幸せの数々数えよう今を急がずその身を任せありのまま気負わず君らしくあれ窓からの朝日その目を覚まして君しかできない笑顔を探してクロークロー超えた自分におはようハローもう辛くないよ泣いたり悩んだりするから人生は美しいボディブロー枯れた自分におはようハローもう辛くないよ泣いたり悩んだりする君だからこそ美しいからささいな願いも小さな幸せも消えてしまいそうな君へ目の前にあるもの信じられなくなったともいやになったよとつぶやいた君の言葉聞こえたから僕らは君のそばで歌うよ君が笑顔になるのなら素晴らしい人生の途中からまた再び笑えるのなら さてここからは皆さんについて深掘りしていきたいと思います。はい、ということですね、皆さんあれ、はい、入ってます。あ、ごめんなさい、ちょっと決め詞が流れてましたね今ね後ろの方でびっくりした皆さん最近ハマってることとか趣味とかってありますか。まあ、最近じゃなくてもいいんですけど。はい、最近はビーチクリーンとかクリーンアップなんか友達と一緒にやったりしてましたね。ビーチクリーン、ビーチクリーン、そうですね、宜野湾だったらトロピカルビーチだったり、あー、ビーチクリーンのイベントも増えてきているので、それに自分がちょっと参加する形で、はい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 、友達の広げるためにもっていうのもあるんですけど。あ、友達がやってるんだ。あ、知り合いの方がやってて、あとは朝学校でみんなで集まってと6時半ぐらいから、え今ちょっと自分行けてないんですけど、うん、1ヶ月前ぐらいは結構毎日6時半ぐらいに集まって、うん、まだやってる子もいて、え、本当すごいんですよ。6時半に集まってビーチクリーンするの。6時半に集まって、あ、沖国の近くをゴミ拾いして、何それ、奨学金あげた方がいいんじゃんみんなに。あ、ください何それ、え、ジャールも参加するとか奨学金もらえるだったら参加するってそれでも本当に最近友達でも増えてきてて、自分でビーチクリーンするとか、うん、自分でゴミ拾いするっていう子がいて、はいはいはい、なんか自分も一緒にやりたいなとか、うん、やらないとじゃなくて喋るのが楽しいから一緒にやるっていう感じで。なるほどね、はい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 、遊び感覚ってことか。そうですね。え、それめっちゃ素敵な世の中。世の中素敵ね取り組みがなんかいいよね。あ、喋るのが目的で手段がもうビーチクリーンみたいな感じでしょ。あ、そうですね、友達作りって自分は思ってますね。うわー、素敵ー、やば、素敵な世の中だ今。掃除を通して友達作りだぜ、すごい。小中の皆さんちょっと聞いてくださいよこれ、ね、友達100人できるよこれね、うん、できますできます、すごー。じゃあ普段は土日とかが休みの時はじゃあそういった活動をしてって感じ。そうですね、土日に結構イベントがあるので。確かに確かに。なんか1回はチリヒルユンっていうなんかジャイカの、はいはいはい、ゴミ拾いのイベントに参加して、うんうん、もう子供から大人までいっぱいいて、うん、協賛企業もいっぱいいて、うん、なんかすごい主流になってきてるのかなっていうか。あ、確かに確かに、ね、最近多い気がするよね、うん、なんか海とか行ってもこのビーチクリーン拾った終わった後のゴミ袋とかがさ、うん、もうめっちゃ積まれてて、あ、これこんなに拾ったんだって思うことが結構最近あって、なんかみんなやってるんだ。やったことあります、ビーチクリーン。ありますよ。あ、本当？そう、本当だわ清掃しない人みたいするわ僕はね、逆にね、軍人の方たち、米軍基地の中で働いてる方たちを巻き込んで一緒に掃除しようってことで何回かやってました、ね、おー、いいですね。前はだからそこで友達になれるわけ。あ、
やっぱ友達です。やっぱ友達なんですよ。ゴミ拾いは友達みたいな。ゴミ拾いは友達作りみたいな。うん、そうそう、なんかそういうありそうじゃないなんか。いいよね。友情拾えるんだぜ。おお。あざす。え、今のはマジですごい。いいなって思いました。ゴミ拾いで友情も拾うっていう。ああ、スローガンなんかいいんじゃない？ポスター作って、あ、使っていいよ。あ、使っていいですか？うん、にじりよ、オッケーオッケー。じゃあ明日からちょっと使わせていただきます。いくらかな？パーセントでいくらかな？3% ぐらい欲しいな。うん、チャリンチャリン。いやでもいいよね。掃除ってなんか一石二鳥な気するよね、本当にね。街も綺麗になるし。本当そうですよね。すごいな。もっともっとなんかこのビーチクリーンやる前とかそういうなんか好きなこととかあったの？逆に。あ、他のことで。そう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 。ま、そうですね。エイサーしてるので、大学でエイサーしてて、こう三振とか暇な時弾いたり、あんまり上手ではないんですけど、かあの演舞の分は。ちゃんと完璧に弾けるようにしようみたいな感じ。はあ、いいね。真面目、すごい、偉い。真面目じゃないっすよ。え、もうなんならゴミ拾いながら弾いてる。あ、それ無理じゃね。あ、無理か。無理じゃね。なんかでもゴミで集めた三振とかね。おお、貝殻とかで。貝殻で、あのなんだっけ、弾くやつ、この指に持つやつ。あ、爪。爪か、爪っていうのそれ。うん、うん、はい、ピックみたいな。あ、ピック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 、貝殻のピックみたいなありそうだけどね。できたら面白いですね。うーん、いいね。なんかエーサーか。で、この帰国のサークルで入ってるんだよね。そうですね、帰国の琉球、あ、じゃあ伝統エーサーサークル。あー、はい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 、琉球鹿島屋っていうところで、はいはいはい、1年生の頃から、はいはい、あ、そうなんだ。やっていますね。もっともっとやってたの？いや、全然素人で。1年生になった時に何かサークル入ろうって思って、でも沖縄に関することやりたいなっていう感じ で見学行ったらもう迫力がすごくて、もう行った初日から踊らされて、そうなんだ。じゃあなんかあっち体育会系みたいなイメージはちょっとあるよね。確かに。あ、なんかすごいみんな温かくてフレンドリーで居心地がいいなって思って。いいね。また男子だけじゃなくて女子も結構多いよね。あ、そうですね。女子も締め太鼓踊ったりしますね。はあ、確かに確かに。手踊りだけじゃなくて。へえ、すごい。いいよね。あの女の人がやってるギャップ。ああ、かっこいいですよね。かっこいい。あるそれは確かに。なんか学外でも活動するの、そういうのは。そうですね。主に学外でイベントとかを受けていて、デイサービスとか、この前、先週かな。女村の関田小学校で演舞させていただいたり、ずっとコロナでできなかったので10月入ってイベントがめっちゃいっぱいあって、週に3回演舞してますみたいな感じで、今年20周年でもあって衣装も結構ガラッと変わったりするのもあって、なんかすごいなんか忙しいけどすごい充実してるなって思ってます。20周年ってすごくない？すごい伝統あるね、うん、なかなかないんじゃない、サークルで20周年って。ないね、ないね。すごい。なんかあれですか、大学入る前は憧れのサークルみたいな感じだったじゃないですか。はい。入ってみてどうですか？ああ、もうこれぞ大学生みたいな感じ。練習終わった後は、そうですね、コロナ前はみんなでご飯食べに行ったり、ドライブしたりっていうのがすごい大学生してんなって、今いいなって思って。いいね、なんかそういうのを過ごせて、うん、エイサーだけじゃなくてみんなでなんだろう、スポーツ大会したり、遠足行ったり、他にもバーベキューしたりで、自分たちが使ってるバチも全部切って作って、なんかその思い入れがあって。そうなの？すごい。はい、全部作ってます。太鼓も作ってます。太鼓も作ってるの？お太鼓はちょっと違うですけど、締め太鼓とかを一から作って。作れるんだ。はい。へえ。知らんかった。じゃあマイ太鼓があるんだ。あ、でも使うのは共有で。なるほどなるほど。すごい。知らんかった。なんか作り方によって音が違うとかあるの？あ、でも針がいいやつとか音がちょっと違うなっていうのは。確かに、張れば張るほど高くなるからね。高くなると思う。うんうん、確かに。すごいね。すごい。エーサーか。やってました？やってなさそう。あ、やってたわ。そう。え、小学校の必須科目じゃなかったっけ？ああ、体育とかで、運動会。そうそんな青年会とかは違うけど、体育とか、まあ、野球部だったからそれやってたけど。やってた、うん、エーサーは。やってたんですよ。やってたの？そう、
10年ぐらい、10年前10年ぐらい10年間ぐらいやってました。長ね、結構長いね。踊ってる方、うん、いやね、なんか和太鼓の集団でエイサーもあるし、この和太鼓もあるしみたいな感じで、まあ、それこそ浦添なので浦添の手だこ祭り毎年出てましたけど、はいはいはい、なんかやっぱそこで沖縄愛っていうのが深まった感はめちゃくちゃあります。あ、だから多分一緒なんだろうなって思って、それをやることによってね、そうそうそう、自分で体に入れるっていうか、音楽もさ、方言でやられてるのを歌詞みんなで理解して、あ、こんなって言ってるんだ、じゃあこんなって踊ろうとかしながらやってたなって今思い出して。確かにそういう体験一つがなんか変えるよね。そうだね、物事の見方っていうか、うんうん、それはあるかもしれないな。え、地元はどこなんですか？地元は宜野座村です。宜野座村、はい、宜野座村、宜野座村、はい、那覇までわざわざ今はね、そう、今は沖国の近くに住んでて。あ、なるほど、はい、一人暮らししてるの？あ、弟と暮らす、弟も同じ沖縄国際大学。あ、そうなんだ。でも2年前ぐらいは一人暮らししてて。あ、じゃあ来た感じなんだ、弟が、はい、実家から離れるとめっちゃ自由で。いやでもね、宜野座から宜野湾来たらそりゃ自由よ。確かにいやいや、バカにしてるとかじゃなくてね。ほんとよな、うん、え、めっちゃ遠く、え、ん宜野座ですよ。沖国にはもともと行こうってあれがあったの？あ、沖国、そうですね、沖国の地間に入りたくて。なんかあー、そうなんだはい、自然環境とか、はいはいはい、SDGs とか、経済とどう両立するかみたいな、うん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 、すごい興味があって、うん、まさしくそうだよね、痴漢ってね、はい、確かにな、それですねで今弟と二人暮らし。はい、そうです。大丈夫、弟何もしない？ん、なんか連れ込んだりとかない？大丈夫？あ、何もない嫌だよ、嫌でしょ、お姉ちゃんいるのに連れ込まれたら姉ちゃんの、まあ大学生だからね。まあまあそうだけどね。いやでもいいね、宜野湾来て自由に暮らして、うん、大学も充実してって感じで、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。そうなんですよ。宜野座と宜野湾はなんか変わります？ジオに行ってますけど。あ確かにね、うん、宜野座、宜野湾めちゃめちゃ雰囲気違いますね。違いますか？宜野座は結構田舎だけど風が気持ち、なんだろう、田舎だけどそれなりに田舎の良さっていうか、うん、宜野座のことも好きで、自然豊かで海も綺麗で、うん、なんか時間がゆったり流れているなっていう感じもあるし、人も結構近いのかなって、コミュニティが近いのかなっていう感じで、地域全体でなんか子どもたちを育てようみたいな、そういう感じなので、すごい宜野座もたまに帰るんですけど、あー1週間ぐらいいたいなみたいな、何もしたくないなみたいな気持ちになります。それなんか自分の地元のさ魅力、今スラ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 って言ってたけど、言ったね、なかなかね言えないよね。言えないよ。そうですか、うん、あ、でも高校も名護で寮にいたので、離れてる期間が長いからこそ帰りたいなっていう気持ちにもなるのかもしれない。なるほどね、すごいね、こんな若いのにいてて1個しか変わらないけどなんかさっきからさ OB 感だ、 OB じゃなくてなんだっけなんかね、そうなんよ、卒業生みたいな感覚なんですよね。 OG か、 OG ですねなんか悲しいおばさんみたいな、なんか感覚なんだ。いやいや、憧れの先輩です。あら、早いでしょ早いでしょ、早いね、うん、確かにおばさんじゃないでしょうが、まだまだピチピチです。いやでもいいね、宜野湾、あ、宜野座か、そういうほのぼのとした自然のいいところで、はい、なんか逆にじゃあ疲れちゃったりするからこそなんか戻りたいとかってあるんだ？あ、そうですね、息抜きという感じで、息抜きに行きたいなって。いいよね、自然があるところってやっぱいいよね、うんうん、それでまたその自然とのね勉強とかもして、はい、エイサーもやって、沖縄の未来でしかないですね未来、沖縄の未来です。ゴミ出て、友達も拾って、友達拾ってって言い方は友情か友情ね、そう、友達は拾ってないか拾ってない、拾ってない、友達はもうね、友情も拾ってね、友情も拾って、はい、いいね。 SDGs とはやっぱり何かしら何かやりたいって感じなんだ、その環境に配慮した活動というか。あ、そうですね、環境配慮の商品もちょっと興味があって、お、ちょっと卒論で取り組んでるのがアーサー、はい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 、北中城のアーサーをちょっと調べようっていう感じで、うん、それが鳥が結構あの合わせの近くに来るみたいで、確かに、その環境が良かったらその環境配慮型商品として、うんうん、アーサーも
売れる、もっと高い付加価値つけて売れるんじゃないかみたいな感じで、はあはあ、ちょっとやろうかなっていう。いいね、面白そう。そういうなんかストーリー性あると買うよね。ああ、確かに確かに、ね、水もあの水鳥も来るくらい綺麗な水源のアーサー。そう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 、ただのアーサーってじゃなくて、はい、そんなストーリーあったらなんか面白そうだよね。確かに確かに、水も好き、あ、鳥も好きみたいな、鳥も大好きなんちゃらアーサーみたいなねすいませんすいません、ちょっと通販の、ね、あれが出てしまったねいやでもめっちゃいいんじゃん、うん、沖縄の海も結構埋め立てとか多いなっていう、多いねイメージがあるので、うん、埋め立てないでももっと観光とか、うん、逆に自然を残すからこそできる観光とかってなあるんじゃないかなって思って、うん、ちょっと卒論でその教育、子どもたちに教える教育とその環境配慮型商品とかちょっと幅広く やってます。あー、いいっすね。完成したら、はい、発表しに来てくださいラジオに。もう再度朗読ね、うん、朗読卒論の朗読、あ、卒論朗読しに私は何々と考えるみたいなねいいですね、めちゃくちゃいいね、ぜひぜひ来、ね、に来てください。いやそういったやっぱストーリー性のある商品って気になるもんね。あ、でしかも開発者がなんか SDGs 取り組んでますとか、学校が痴漢ですってここで初めて胸張っているんじゃない？あ初めて初めて、いや失礼だよね、失礼でしょ、聞いたらどうする。そういうことじゃない、誰かがそういうことじゃない、うん、うん、そういうことなんですよ。単位落ちるぞ。そうそうそうでもいいよね、そういったところで使える、学校メモ使えるし、うん、いいね。今後はじゃあ商品開発とかもしていきながらやっていくって感じかな。はい、そうです、楽しみですね。いいね。じゃあ今これからはじゃあ未来スタイル研究所について話していきますか。未来スタイルについてですね、未来スタイル研究所はね、うん、ちょっと今後の未来なんですけど、うん、皆さんが描く今後のまあ活動とか、これから何かしていきたいなとか、今手掛けてるものでもいいんですけど、なんかありますか、今お伝えしたいこと。そうですね、沖縄がもっとなんか沖縄らしい、なんだろう、若い人たちの力で、うん、今よりももっともっと良くなっていけるような未来になったらいいなと思うし、うん、自分もそこに携わりたいなっていうのがすごいあるので、うん、なんか文化だったり自然だったり、沖縄らしい沖縄をもっと作れたら面白いなって思います。あなるほどね、素敵素敵何も具体的にやってないですけど、もっと若者になんか沖縄文化をみたいな感じなの。あ、そうですね、自分も文化がっつりやってるってわけではないんですけど、その魅力に、もう一度気づいて、うん、沖縄の人って結構沖縄のこと好きだなって思ったので、もっとなんだろう、関わって触れてみて良さをもっと知って、うん、なんか開発だけじゃなくてとか、今あるいいものをもっと良くしていこうっていうのがあったらいいなって思います。なるほど、素敵だ ね、 やっぱ思いもね。いや沖縄の人みんな沖縄好きよね、うん、沖縄愛が乗ってますもんね。沖縄愛が乗ってるけど気づきにくいんだよ ね、 そうね、いいところにというかね。いや私も勉強中なので全然、あじゃあその気づく、みんなに気づいてもらう第一歩として、はい、今チャレンジしていることがあるっていうような感じですか。はい、そうですね、うん、いいですよ、はい、宣伝して。あ、いいですかじゃあどんどんどうぞどうぞどうぞ私たちちょっとコーラルステージっていうものに参加していて、うん、挑戦していて、はい、そこで今度読谷村でイベントを行います。おチャレンジの第一歩として、今回このコーラルさんとチュラムラ読谷さんのコラボとして、うんうん、でまあ、私たちコーラルステージは読谷村でイベントをするということなんですけど、うん、チュラムラ読谷さんに協力してもらって、うん、読谷村のフィールドワークとか民泊体験などをさせてもらいました。でそこで、まあ、イベントを制作したんですけど、ウチナー体験市場読谷のいいこといいものつまみ食いというタイトルで、うんうん、はい、やらせていただきます。いい、ね、つまみ食いつまみ食いです。素晴らしい、つまむんだね、ちょっとずつっていう、ね、チュラムラ読谷さんっていうのが民泊の会社さんで、はい、民泊と公園
ントだったり、はい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 、イベントとかもやってる会社さんで、うんうん、そこと、まあ、地元読谷の地元の企業さんとタッグを組んでイベントを作成しているっていうことですか。はい、そうです、うんうん、なるほどね。あ、チュラ村読谷さんはじゃあもう読谷に特化したイベント制作会社というか、はい、いや民泊かな、民泊、主に民泊だったり。あ、民泊の会社なんだ。でも今はコロナでちょっとあの修学旅行生とかが少ないので、他にも若い子になんかとコラボしてとか、沖縄の若い世代の人と一緒に何か授業をしているっていう感じでそこに乗ったってことですね。はい、そこに乗ったっていう。なるほど。つまみ食いのイベント、はい、どんな感じのイベントなのか、うん、そうですね、先ほどちょっと言ったんですけど、この私たち体験を通して読谷村、うんうん、の魅力ってめっちゃあるなと思って、お、歴史も文化も沖縄らしいものがいっぱいあるし、うん、人の温かさとか、海も綺麗で空も広くて、うん、で緑も自然もあって、なんかゆったりした時間があってっていう、読谷村って沖縄の良さをギュッと詰め込んだものがあるなっていうのをすごく感じたので、うん、それを同じ若い世代の人たちに伝えて、でまたその若い人たちが改めて読谷に来るきっかけだったり、うん、さらにあの沖縄のことをもっと調べようとか知りたいっていうことにつながればいいなと思ってやってます。はあ、読谷の魅力伝えるのうまっ、ね、確かになって思いましたよ今聞いてて。茶谷すぎて普天間すぎて、うん、女村との間にある読谷じゃないですか。そうですね、うん、ちょうどいい位置にもある、かつ自然となんかこの、うん、なんだろう、都市と自然が融合してるというか、うん、スタバもあるし、スタバありますね、ね、確かにね、あるね、このショッピングセンターもあるけど、逆に反対方向行ったらサトウキビと海とが広がってて、うん、カフェもあるしね。確かに今言ってることを確かに確かにってなりながら、ね、いい読谷村、あれ PR 大使になるんですか、PR 大使になりますか読谷村ガール、ギノザはどうしよう、確かに確かにまずはギノザがあるからだね。そうですね、そう、いつも読谷村結構ドライブして、あ、綺麗、海綺麗だなと思って見て帰るとかだったんですけど、でも実際フィールドに足を踏み入れるともっと良さが分かったっていうか、実際に、はい、調べてみると、わあすごいなって思うところがいっぱいあって、はい、その良さをもっといろんな人に知ってほしいから、はい、まあ、イベントとかを通して、はい、みんなにもこうつまみ食いしてほしいわけですよね。あ、そうなんですよ、何かしら体験ないとね、やっぱね、知らないからね、体験、そうですね、つまみ食いっていうのもあって、つまみ食い、そう、体験は、あ、そうですね、体験はワークショップ形式でやろうと考えていて、うんうん、このイベントの中でやるってことですか。はい、そうです、イベントの中で、と1回、あ、1ターンあたり40分なんですけど、うん、40分の中で三振とかシマクトゥバと、あと沖縄の楽器でサンバっていうのがあるんですけど、うんうん、そういうのを民家さんに直接教えてもらって、体験交流っていう感じで、はい、触れていただきたいなと思ってます。あ、いいね、民家さんってことは、おじいおばあたちってことですか。あ、おじいおばあたちですね。あ、いいですね、なんか私はおばあちゃんと住んでるんで毎日、ね、そうなんですね、あれですけど、うんうんうん、離れて暮らしてる人がほとんどだと思うので、うん、あんまり ね、 なかなかね、うん、触れ合う機会もないですよね。うん、なんか方言聞いてもさ、すぐわからんとかってなっちゃいそうだもんね。あ、そうですよね、もう、うん、確かに改めて沖縄県民としてこの文化と言葉と音楽を学ぶって感じかな。はい、学ぶとか触れるというか、なんか若い人も自分もそうなんですけど、ちょっと壁が、文化に対して、伝統文化に対して壁があるので、そこを取っ払って民家さんとの交流は本当にイチャリバチョーデーって感じで、すごいなんか巻き込むというか、もう本当に自分のおじいちゃんのような、おばあちゃんのような感覚なので、すごい親しみやすいなっていう、そこにもう皆さんも、来ていただけたらいいなっていう。なるほど、イベント、もう平和平和です、ね、だっておばあちゃんとおじいちゃんからしまくってば教わってその後に三振もやってサンバもやって、もう特技いっぱいできますよ。あー、サビよい、そのイベント行っただけで、やばいな。私多分そのイベント行ったその次の日からもう方言の、方言のラジオになるかもしれないここここで俺ずっとヌソが出てそれで会話成り立つ、何も聞き取れんからヌソが。でもいいですよね、なんかそういう若い者、若い子たちがやってるイベントだからこそ、うん、なんか説得性があるっていうかね、うん、しかも実際に民泊もしてやっていいことね、実際民泊もできるんですか。民泊ですか。
あ、そうですね、この次回次の機会に民家さんたちと民泊体験したいっていう子はもうぜひぜひ来てくださいっていう感じで、あ、なるほど、入り口として、入り口、そうですね、うん、まあ、きっかけ作りというか、うん、まあ、いいね、そうですね、体験だけじゃなくて、うん、他にも、あと同じ世代の若い人たちが運営しているアパレルショップだったり、うん、ハンドメイド商品とかも出店ブースがあって、まあ、それも若い世代同士お互い刺激し合って高め合えるような場所にしたいっていうのもあって、うん、その体験と出店 とさらには、おじいおばあたちと輸託できるようなスペースも考えているので、その体験だけじゃないよっていうのがうーん、なるほどね、喋、はい、りに行く感じか、喋った体験して、そうですね、おしゃべりして体験してゆったりして、で、あ、まあ、頑張ってる学生のことを知って、なんか一体感が生まれるかなっていう。確かに確かに、こんなね同世代の子たちがさ、こんなイベント作ってるんだってなったら興味持ちますもんね。刺激しかないもんね、行く人はね。確かに。いいね、方言で買われるって面白そうだね。確かに確かに。その場がね、チケット売り場から方言始まってあれ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 みたいな、そのチケットも方言で書かれてるでしょ。いいね、いいですね。いいな。なんか他にこの体験の他に出店もあって、なんか他になんかイベントみたいな感じのものあるんですか。あ、そうですね、抽選会がなんとありまして。抽選会、はい、お、やっぱ私たちまた読谷に来ていただきたいっていう思いがあるので、うん、読谷村のホテルの宿泊券だったり、っていうのをちょっとご用意しております。すごいすごい、なんだそれは。当たるかもしれないんですか。はい、そうです、体験してその場でちょっと抽選会っていうのを設けているので、うん、あ、まあイベントの最後の方にですね、うんうん、そこで当たった人はまた読谷行けるぞみたいな感じで、そのイベントに行けばじゃあ抽選できるんですか。チケットの中にもその抽選券も含まれているので。あ、そうなんだ、はい、あー、なるほどなるほど。じゃあチケットを買った時点でもうじゃあ応募したってことになるんだね。あ、そうですね、すごい面白そう。これ何が当たるのか聞いてもいいのかな。詳しい内容、うん、いいんですか、渡るくんから。お、何が当たるんですか、これ当たったら。はい、紫村さんのホテルの宿泊券だったり、うん、と民泊の体験、うん、民泊無料券だったり、とムチョスさんっていう、もうすごいなんか自然がいっぱいの中にあるホテルがあるんですけど、あ、ホテル、うんうん、コテージがあって、うんうん、3組、1日3組限定しか泊まれないんですけど、うん、もう本当にそこをなんか宿泊券で当たるっていう、あ、抽選で当たるかもしれないっていう、はい、大きな商品が、大きな商品が、はい、何個か無料券あった今。3つね、全部無料券ですね。全部ホテルの無料券、はい、うわ最高じゃん、うん、他にもなんかちっちゃいのも用意してる感じですか。もう大きいなのだけ。そうですね、じゃあ、まあ、大きいのを考えてみて。なるほど、いいね。お、読谷のホテルにも泊まれて、はい、いろんな体験もできて、いや、自分が行きたいな、ね、確かに確かに、ね、自分が欲しいね。でもいいよね、そういうサービス届けられてね、自分が欲しいって思うものを提供できるとよくない、うん、なんか、うん、確かにね、それがサービスの基本ですもんね、うん、どういう目線って感じ。どういう目線そうこれってあれですか、どうやってなんだろう、このイベントの詳細を知れたりとか、もしもチケット買いたいなってなった時は当日行けばいいんですか。あ、いえ、これは事前予約制になってまして、うんうん、コーラル沖縄っていう、まあ、インスタグラムのアカウントがあるんですけど、うん、そこから、Google フォームにちょっと飛んでいただいて、事前予約をするという形 でそこで QR コードとかもあるので、まあ、イベントの申し込みだったり詳細は、インスタグラムのコーラル沖縄から調べていただきたいなと思っています、うんうん、なるほど、インスタで調べればいいのか、はい、コーラルアンダーバー沖縄ですね。コーラルアンダーバー沖縄ですね。いいですね。で調べたら出てきますね。そこからなんか今からのイベントの詳細が出てきて、はい、申し込みフォームを書いてってことですね、はい、あ、そうですね。あ、大事な日付を聞き忘れてましたね。確かに、いつ明日みたいな明日かもしれないしね、いつなんですか、はい、10月30日土曜日です、ね、おー、ハロウィン、ハロウィンの前の日で、うん、時間帯が14時から17時半となっております。 お昼終わった後か、はい、ちょっと読谷ちょっと遠いので、うん、まあ
大学生なんて11時とか12時に起きる人もいるんじゃないかなと。まあ確かにね、確かにね、そこまで考え尽くされたイベントなんですね、はい、まあ17時半、まあ、夕日もちょうど落ちる頃なので、帰る頃には綺麗な夕日見て心もポカポカで癒されるわ。クリーンナップ活動ちなみにあるんですか？やりますか自主的に自主的にちょっとまあその当時はもうイベントで友情を拾うって感じでね。そうですね。おお、いいですね。もう一回作ったよ。もう一回友情もう一回イベントで、そこで友情を拾うってことね。確かに沖縄好きな子たちがいっぱい集まるイベントになるかもしれないですね。そうですね。同じ若い世代の子もいっぱい来てくれると嬉しいなっていう、うん、活気がありますね。確かにめちゃくちゃいいかも。他になんか場所、うんうん、あ、そこそこそこ場所も行ってないよ。あと紫村さんの中にある施設をお借りして、うん、まあ、舞台とかステージもあるところなんですけど、はい、もうその紫村自体がもう本当に沖縄感あふれる。そうだね、うん、赤瓦のお家だったり、はいはいはい、石垣が積まれてたり、可愛いシーサーたちがいっぱいいたり、うん、まあ、そこで自然も身近にあるので、なんか沖縄をぎゅっと固めた施設の中で沖縄らしいことを体験して、もう沖縄感あふれるイベントになると思います。なるほど、沖縄や、沖縄やね、沖縄や沖縄ですけど、当日はもう沖縄や。そうだね事前予約してチケットを購入して紫村に行けばいいんですね。30日に、ね、当日お支払いしていただくっていう形になるので、うんうん、あ、おいくらですか？はい、お一人1800円となっていて、はい、ペアチケットがあるので、はい、ペアで3,000円、お、1人当たり1,500円になりますね。300円もお得にしていただいて、はい、ぜひペアで皆さん、ペアでね、カップルでもいいし、カップルじゃなくても、あ、友達とも、友達でもね。あ、なるほどなるほど、はい、いろんなペアがありますからね。確かにね。これあれですか、チケット購入して、なんかさっきね、おとるくんがびっくりしてたけど、特典で、おお、そうだそうだ、無料で泊まれるような、無料泊まれる、でも泊まれるよね。その1500円の中に抽選券も入っているので、うん、てて、はい、プラスあれですよね。あ、プラス もう一つあるんですよ。もう一つあるの？もうこんなにいいんですか？はい、皆さんランタンフェスティバルってご存知でしょうか？はい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 。そう、そのランタンフェスティバル、まあ、入場券おいくらぐらいだと？あれ、どうせお高いんでしょ？高いんでしょ？高いんでしょ？ランタンだから、まあ、結構多いからね、3000、4000とかするんじゃないですか？うん、そうですね。まあ、このイベントに事前予約をして、うん、実際体験されて、あ、さ、あ、実際に体験していただいた方、うん、全員にランタンチケットプレゼントします。うおー、すごい。じゃあこの1800円、あ、1500円かかかるけど、はい、結局あれってことですよね、あの1200円のランタンフェスのチケットもついてくるってことですよね。はい、そうです。いいんですか？いいんですか？いいんですよ至れり尽くせりじゃないですか、そんなの。お買い得、お買い得ってお得、うん、そうですね。ランタンだってあんな駐車場混むぐらい人気なので、だよね、行けばランタンのフェスもついてくるっていう、事前予約しないとできない。無理してません、大丈夫です。ちょ、無理は、まあ、していいですよね沖縄のね、そうそうそう、きっかけ作りなんでね。だから、まあ、それぐらいやっぱり皆さんに知ってもらいたいってことですよね。素晴らしい、めちゃめちゃいいところなので、思いがやっぱりこうやって形にちゃんとね現れてますので、はい、ぜひ皆さん興味ある方はコーラル沖縄でまずはね、うん、インスタグラムの方をチェックしてもらって、うん、事前予約をしてね、当日ぜひ楽しんでいただければなって、うんうん、はい、10月30日の2時から17時半までですね、うんうん、その中で3回まあ、体験できる回数があるので、自分のご都合の合う時間を選んでいただいて、あ、なるほど、はい、あの事前予約の時に選んでいただき、選んでいただく形になります。なるほどです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでエンディングいきますか。はい、お願いします。さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、お別れの時間がやってきました。早い。もうイベントの話してた、あっという間だったんですが、あっという間だね、はい、今日一日振り返ってみてどうですか、今日皆さん感想を。めちゃめちゃ緊張してたんですけど、いやいや、楽しかったです。ありがとうございました。そんな風に見えなかったよね。堂々としてるよね、うん、いや、お心臓飛び出そうな飛び出るかと思いました。見えない見えない、それぐらいも全然すごいわ。いやでもやっぱ思いが聞けたのでね、ぜひ当日皆さん参加してほしいですよね、本当に。読谷の魅力を、いいこと、いいもの、つまみ食い、うん、
入場も拾ってね、全部拾って、うん、何回もいいこと言おうとしたけど空振ったね空振ったわもう一回なんかこの日付と題名と、はいはいはい、事前予約のことを、はい、イベント名とお願いしていいですか、はい、10月30日土曜日の14時から17時半場所は紫村で行います。でイベント名がうちな体験市場読谷のいいこといいものつまみ食いです、うん、はいこのイベントでめちゃめちゃいろんな人に関わっていただいて、でメンバー5人いるんですけど、みんなで本当に夜な夜なミーティングして頑張って作ったので思い入れのあるイベントとなっています。はい、ぜひコーラルアンダーバー沖縄で検索してね、はい、事前予約して、うん、みなちゃんに会いに行ってください。みなさん会いに行きましょう。みなさんはい、ありがとうございます。皆さん、ね、ありがとうございます。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございます。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員のわたるとみなとエリーでした。また来週、みんな来てね、紫村来てね、30日だよ。